お待たせしました。最後の曲です。去年語りばかりっていうタイトル曲を作ったんですが、今年も語りばかり2なので語りばかり2という曲を作りました。安直。本当にね、ここにいる全員語りばかりだから。うん、本当に俺はそうやって思ってる勝手に。もう歌が好きだし、弾き語りバカだし、愛を込めて今日だけバカと呼ばせてください。この人たちはバカです。俺がダントツでバカだけど、そんな語りばかりたちによる、語りばかり2という曲を最後にお届けして、今日は本当に終わりたいと思います。本当に本当にありがとうございました。準備はできたい。イエーイ、いきます。語りばかり2。あのね、楽器勢はマジかってなって俺分かんなかったね。もしやるよ、いいかい。